きなんだ、本当に好きなんだ。一人でいる時も思い続けてるよ。ある朝学校へ行ったらみんな何か書いている。紙飛行機に思いを乗せて大空へ飛ばせばきっと願いが叶うという。早速俺も書いてみた、君への思いが叶うように。授業のチャイムが鳴ったので慌てて机にしまい込む。まだ宛名も書いてないけど昼休みに思いを込めて飛ばそうと思う。なんだかんだでそんなことをすっかり忘れて机の中に置いたまま。好きなんだ、本当に好きなんだ。一人でいる時も思い続けてるよ。次の日学校へ行ったらみんなクスクス笑ってる。名前も顔も知らない女の子に放課後ちょっと屋上に来てくれと。そんな子は知らないし告白されても困るんだよ。放課後屋上に行ったら5人の女に囲まれて、こんな手紙よこされてもあの子は困るだけであんたのことは好きじゃない。今後一切こんなことをしないでくれと釘を刺された。そんな違うんだ、それは誤解なんだ。その子のことなんて初めて知ったんだ。顔も名前も知らない女の子に振られるところを君に見られていた。だった本当に好きだった。一人でいる時も思い続けてたよ。